行楽シーズンを迎え、多くの観光客が訪れる名張市の赤目四十八滝で7月17日、名張署と市消防本部などが渓谷での事故の発生に備えた合同訓練を行いました。訓練には警察と消防、地元消防団、市職員ら約40人が参加しました。行楽シーズンを迎えますけども、たくさんの人の行楽客が見込まれております。この2月から三重県ではドクターヘリと運用も開始されております。そのヘリも要請するということも念頭において、その対応を訓練していただきたいと思います。一行は片道約 3.2 キロの登山ルートを危険箇所を確認しながら歩きました。また携帯電話の電波状況を定期的に確認したり、警察無線の通話状況を確認して歩いていました。市消防本部によると、昨年1年間に渓谷内で発生した救助事案は6件あり、そのうち3件で防災ヘリが出動したということです。